今日選ばせていただいたのは、ヘンディカゴンお願いします。ヘンディカゴン皆さんと同じように前の方にお越しいただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日出演したバンドの中ではこうぶっちぎりで認知度の低いバンドだったと思うんですけども、しかもこう細々と続けてきたバンドなんで、今日本当に受かるとは思ってなくて正直ちょっとびっくりしています。でもこの7月7日の本番に向けてさらにこうレベルアップをして臨みたいと思います。よろしくお願いします。ヘンデカゴンでした。20分という短い時間の中で感情の喜怒哀楽と、いろんな原風景みたいなものが全て俺のまでにいて、少し笑顔な状態から曲を聴き始めて真顔になってちょっと涙を流したりするような気持ちで、こちら側の聴いてる感情がすごい揺さぶられて、すげえよ感動した。素晴らしいと思います。いいソングライターにはあんま僕は野暮なことは言いたくない。自己承認とか自己肯定の方とかよりも全然客観性の方が大事だよね的なことを言う人が僕は好きなのでなんかその感じをすごく感じましたし、全然僕は朝これで始めたいなと思って全然他人にどう思われようみたいなことはしないのですごい嬉しいです。いや、そこが好きです。ありがとうございます。いやすごい、やっぱ声の質もね、声の声質ってギフトだから、トレーニングとかじゃどうしようもならないの天からの授かり物だと思うんです。すごいものをお持ちだと思うんですよ。ちなみにグランドピアノでも演奏することありますか？グランドピアノの方が主ですね。こちらの方よりはグランドの方が100億倍になってきて、ね、レッスンの時はグランドピアノで歌ってらっしゃるのを見たいと思いました。ありがとうございます。水崎さん、大きな拍手を。